第1回澤田瑞美チャンネルチキチキオレンジジュースの限界中にやったはい、ということでね、はい、終わりましたね。パリジェンヌクリアということで、クリアでしたね。よかった、よかったです。結構難しかった。10万いっちゃうんじゃないよ、これこの調子だと行きます。折り返しなんでね、これ行きますね。次のワード何でしたっけ。次のワードはおにぎり純粋です。おにぎり純粋、やばいよこれ。何のこっちゃいです、コンソメ。ちょっと言ってみてください。あー、それっぽくですか。おにぎり純粋おにぎり純粋、原型ないか。原型ないか。原型ないか。オレンジジュースメニューがないですね。ないわけない。ないわけない。あるでしょ。ありますね。行きましょうか。行きましょうか。やばいですわ。マジっすか。1000円超えっす。オレンジジュース。ジーザス。マジっすか。一番安いのが900円。高っ、高っ。これは失敗できないですね。これはできない。これはできないですね。緊張するな。大丈夫、バード大丈夫。大丈夫です。すいません。はい、お願いいたします。つばきはアイス。あ、一緒で一緒で。つばきはアイスコーヒー。おにぎり純粋で。はい、かしこまりました。注文は、はい、かしこまりました。確認させていただきます。アイスコーヒーが3つ、オレンジジュースとシュガーお一つでよろしいでしょうか。はい、メニューをお下げいたします。まだ分からないんですけど、まだ分からないですけど。すごっ、心臓飛び出るかと思った。いけましたね、今のは。なんか堂々と言ったのが良かったかもしれない、逆に、うん、えってならなかった。そうですね。高いですね、オレンジです。自家製で絞って出してます。ああ、なるほど、はい、絞ってます。ああ、やっぱ絞ってるなんか、なんか浮いてますね。おにぎり純粋高いですね。高いっすね。色違うですね、はい、なんかアイス入ってないもん、うん、なんか浮いてますよ、自家製なんで。じゃあ早速飲んでみたいと思います。まだわからない。いくらでしたっけこれ。1180円。1180円。高いっすね。3日生き延びられますね。ではいただきます。オレンジ純粋。もしかしたらまだぐちょぐちょっていうの。セーフです。クリアですけど、ちょっと見てください。クリアです、はい、オレンジジュース1杯、はい、ちっちゃいアイスコーヒー3杯で4090円とかになります。
行きます。ダッキーダッキー。ちょっと見てきます。なんか聞こえます。あ、ありがとう。あ、ありましたね。一番リーズナブルですね、今まで。あ、なんか安く感じる。本当ですね。ここだよ。行っちゃいますか。行くよ。はい。ただ行ってこないところに行ってしまう。帰ってきて泣いてそうだもん。もう無理に休むのじゃなくて休みって。どういうところに住んでるんですか。お願いします。一応東京からね。あ、俺もリンゴジュースで。リンゴジュースで。アイス抹茶ラテ。あ、ないんすか。あ、じゃあ、アイスココア。アイスココアで。最後、教えて同じ場所に入れる。アイスココアで。アイスココアで。以上でよろしいでしょうか。おい、アイスココア。アイスココア。アイスココア。仕事しないです。いや、それは。これママの仕事ってのは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 仕ビビんなよ。ビビりましたね、今。行けたってあと1回言えば。ダメよ。ダメよ。ジュースの海が出ないで行ったじゃん。確実に行ったよね。でも押し通せばちょっと行けた。でも確実にオレンジのジュースの。なんか指さそうとしてあれ俺思ったよ、GM はちょっとねビビリだね。あ、ほんとか。でも、いい線いったかなって。いや、真顔でもって言えばいけた。俺もう2軒目やばかったじゃないですか、俺なんて。2軒目やばかったです。どれですか、言われてて。それでも、いい通したの。そしたら通じたい。ジュース飲んでたらもうダメなんですよ。当たり前だよ。ここであえて、すみません変更で、オレンジ来る。もう一回、あえて言うのは、それで行けたら、クリアスパー。まあまあ、セーブ。すいません。すごい人がそれ分かる。そう、分かりたいんだね。オレンジ来る。レコードがいるから微妙だけど。さっきのこっちがオレンジ来る。オレンジ来る。アイスコーヒーなしで。ちょっとアイスコーヒー買って。を買えてもらって。大丈夫だから言ってくれよ。なんかなっちゃったらどうしよう。と。ああいうのかわいそう。なんか歩いてても歩いててもさ、もう何を楽しんでいただけるんですか。申し訳ございません。アイスコーヒーなしで。アイスコーヒーくらいだけど、先ほど。いやさっき頼んでないじゃん。それ当たり前にジュースの言いましたから。当たり前に飲んで、当たり前に。まず、ね、結局なんか降ってオレンジジュース。これこっちが当たり前です。それはそうですね。ただのおかしいやつ。いやー、もうあれだわ。ビビリだわ。
敗しました。すいません、失敗しました。失敗原因は何すか？失敗原因は、躊躇したことですね。とオレンジクルーはっきり言い過ぎてしまった。いやまあビビったね。ちょっとビビりましたね。あと2回押してたらいけたんだ。はい。ちょっと惜しいとこに行ったんだ。しまいにはジュースいたしました。まあでも次後半戦あるんでね。はい。挽回しましょう。10万円はなくなったけど。そうですね。じゃあ次週にまた、はい、後半戦いきます。